さあロッテでプレーしましたロエルサントス、左のバッターボックス、走りながら打つというのも一つ大きな特徴ですが、さあグリフィン対外じゃ1球目、受けるキャッチャー小林、低いボールストライクです。やはりスピードガン、その球の速さがどのくらい表示されるのかというのも首脳陣は見たいところでしょう。変化球打ってファウル、145キロ。今のはスライダーでしょうか。いや今のカットじゃないですか、ね、カットボールですか。まあでもスピード出てますねこの時期にしてはね。145キロのカットボール、ファールを打たせて追い込んでいます。外中心の配球、小林、外152キロを計測しています。あ、開幕まで1ヶ月少々というところですが、初の対外試合グリフィン150キロを超えています。ここで緩いボール打たせました。セカンド吉川を抑えてワンアウトです。最後はスライダーですね。スライダーかカーブかといったところじゃないですかね、はい、あの2球目のボールよりも少しスピード落としたようなね、はい、変化球だったんですけども、まあでも制球も安定してますね。今の少し高く入りましたけどね、はい、与田通訳に話を聞きますと、もう休みの日はホテルの部屋でセリーグの相手球団の動画をずっと見ているという真面目な性格だと聞いています。そんなグリフィン、2番バッターヨエルス・ギビル、セーフティーバント。さあこのあたりの処理はどうでしょうか。落ち着いてさばいています。ああ、一つこういったところも見られるというのは一つ大きいのではないでしょうか、首脳陣としても。まあ、投げるだけではなくて今のようなフィールディングであったり、牽制クイックですよね、はい、こういったところも大事になりますから、まあ、今のなんかもしっかり落ち着いてね、処理できましたしね。そうですね、海老原さん、はい、阿波野投手チーフコーチですが、このクイックであったり牽制、それから今フィールディングがありましたが、はい、今の時点で 100% を求めることはせず、ただゲームの中で多少の問題点が出てくることは想定されるんですと、うん、でそれをしっかりと受け入れて、首脳陣が受け入れて次の課題として取り組ませたいと、そう話していました。そうですか。さあ3番はグラシアル登場、緩いボールから入りました、あるいはランナーが出てそういったセットポジション、このあたりも見てみたいというところでしょうが、キューバ代表の3番はこの人グラシアルです。ちょっと前を嫌いました。で今日のゲームの中では、はい、阿波野投手チーフコーチはグリフィン、ビーディーともに前回はシートバッティング、シート打撃でピッチャーにとしてマウンドに上がったけれど、今回は試合の中でどれだけ有利なカウントを作れるか、ここを見てみたいと。そうですか。ワンボールからその有利カウントを作っていきたいところでしょうが、ボール先行、137キロ、緩いボールからインコースを攻めました。この後のボールでしょうか、清水さん、ボール2で、まあそうですね、まあ、どう取っていくか。今ねインハイにカットいきましたけども、やっぱり自信あるんでしょうね。あ、外のボールで、あ、ここでストライクを取っていきました。何か自信を持ってストライクを取ったように見えますが、いかがでしょうか。まあ、まだね球がそこまでいってないんですけど、制球いいですよね、コントロールがいい。今のも2ボールから少し抜いたようなボールだと思うんですけどね、はい、アウトコースしっかり投げ切りましたから。さあこれでカットボールでしょうか。ん、これカットボールですか。今のカットボールですね。あ、まあ、小林選手もそのあたりの特徴を把握して高め構えてますよね、低めというよりも、はいはい、まあ、あのあたり制球できると右バッター相当邪魔でしょうね。手元でこうクッと動いてるってことですよね、バッター。またそこにスピードだったり強さもあるボールですから、カットボールというのは。さあまたインコースで、インコース空振りの三振、最後は150キロを計測しています。堂々たるピッチング、フォスター・グリフィンです。ジャイアンツはこの人長野久義から始まりますが、まずは最後の1球も150キロのまっすぐで三振、グラシアルから、いかがですか清水さん。もう素晴らしい入りですね。もう最初の対外試合と思えないぐらいの、もうこれで先発ローテ確定でしょうか。いやいや、でもねっていうぐらいの、非常にいいものを見せてくれたんじゃないですか。まっすぐの強さもありますし、はい、変化球もいいですし制球もいいですからね。ボール先行のケースあったんですけども、あそこでも落ち着いて投げ切りましたから。改めて清水さんもこのキャンプ中継でおっしゃっていましたが、その広島にいたジョンソンに似ていると、いかがでしょうかこの1イニングをご覧になって。
まあ、そのまっすぐであったり、はい、そのカットボールですよね、その威力っていうのはすごく感じますし、そのあたりというのはジョンソン投手を彷彿させるようなね、今のまっすぐなんかもそうなんですけど、はい、そういった雰囲気はあるんですけど、あとはこう左バッターに対した時のインサイドにどこまで投げ切れるかどうかっていうのはちょっと見てみたいですね。それがあると左バッターも相当厳しくなりますよね。